ソラリアステージ。ソラリアステージは、福岡県福岡市中央区天神二丁目に立地するファッションビルである。位置関係として、北は福岡パルコ本館に接して、南はきらめき通りを挟んで、ソラリアターミナルビルに接している。東は渡辺通りに面しており、西側には市道を挟んで、新天長商店街がある。当地にはもともと西鉄福岡駅の駅舎、 ホームがあったが、同駅が西日本鉄道による再開発事業、天神ソラリア計画第2期で建設されたソラリアターミナルビルへ移転することとなった。これに伴い、旧駅舎南側とホームの跡地に再開発ビルを建てることが計画された。当初は隣接してターミナルデパートを構えていた岩田や旧本館、現在の福岡パルコ本館の建物に、 各店舗として出店を依頼したが、フロアの構造などの問題から岩田屋が出店を断ったため、代わりに西鉄系の雑貨館員キューブ天神店が各店舗として入居することになった。ソラリアターミナルビル完成と前後する1997年、平成9年6月24日に天神ソラリア計画第3期事業として着工し、1999年、 平成11年3月30日にソラリアステージビルとして完成、同年4月24日にグランドをオープンした。旧駅舎の北側駅ビルは西鉄福岡駅ビルとして現存している。ソラリアプラザともども西鉄福岡駅高架下の商業施設の移転先という位置づけもあり、2階の西鉄福岡天神駅より仮想は ソラリアステージ専門店街となっている。福岡パルコ本館開業に合わせて2010年3月より、ソラリアステージビルと合わせて、西鉄福岡駅ビル部もソラリアステージと案内するように変更されたが、2015年3月に、西鉄福岡駅ビル地下1階、中3階3階4階5階に、福岡パルコ本館が増床した。パルコでは、既存部の階数に合わせる形で、 中3階から5階を4階から7階と表記しているため、パルコブはソラリアステージに含まれなくなった。なお、2階の西鉄福岡、天神駅北口改札外コンコース、中3階及び6階は2017年10月からリニューアルを行っており、ライブをコンセプトにして、商業スペースを1.5倍に拡充するとともに、コンコースを一新。 天神トイロという空間になり、6階は多目的空間として13室のレンタルスペースとラウンジが新設される。西鉄福岡駅ビルは、パルコ入居前は、ソラリアステージビルと回数を合わせて下から順に、地下1階1階、中2階2階、中3階3階から5階と案内していたが、パルコ入居後は、既存のパルコ本館の回数に合わせるため、 中3階から5階を4階から7階に変更した。このため案内状は、西鉄福岡駅ビルの2階の上は4階となり、3階がない。なお、ソラリアステージ側では引き続き、ソラリアステージビルと西鉄福岡駅ビルを一体的に案内しており、ソラリアステージビル内のフロアガイドではパルコ、入居部分も中3階から5階となっている。 ビルの中央にある吹き抜けのコンコース、ステージ広場には、ソラリアターミナルビル2階にある西鉄福岡、天神駅の北口改札正面から階段とエスカレーターが通じている。また、3階には同じく、ソラリアターミナルビル3階にある、西鉄天神高速バスターミナルへの連絡通路がある。このほか地下2階では、天神地下街ときらめき通り地下通路に、 接続してより、きらめき通り地下通路を介して介して、天神地下街、ソラリアターミナルビル、福岡三越、ソラリアプラザ、ビオロ、天神岩田屋本館、新館と接続している。西鉄ホールは、ソラリアステージ6階に建設された多目的ホール。ラブ FM 国際放送、旧、天神 FM が運営する。幅20メートル、奥行き25メートル。 天井高、約6.5メートルというフローリング床のフラットな空間を持ち、組み立て式ステージ、113.4メートルと、ロールバックチェア、可動式客席、286席を備えて、最大464人収容の中規模劇場としても使用される。劇団リンギーラ太陽 S は会場依頼本ホールでの公演を基本としているほか、福岡演劇フェスティバル、 特定非営利活動法人アートネージメントセンター、福岡主催が本ホールを会場に毎年開催されている。このほか、天井の高さを生かして格闘技イベントの会場としても使用される。九州プロレスが本ホールを本拠地としている。また、福岡国税局、福岡税務所及び博多税務所が年度末の確定申告書外申告会場として利用している。 2011年からは、スクラップ主催の体感型謎解きイベント、リアル脱出ゲーム全国ツアー、福岡公演会場として定着していたが、2016年8月以降は、西鉄ホール近隣にアジトオブスクラップ、福岡天神がオープンし、HKT48 が、パピオン24ガスホールとスカラエスパシオで行われる、定期公演会再期間中限り実施している。 2016年2月23日にホークスタウンモール中央区事業浜内にある HKT48 の専用劇場 HKT48 劇場が同モールの再開発に伴い2016年3月31日に閉鎖され HKT48 が西鉄ホールを拠点に活動することが発表された2016年4月28日に行われた HKT48 劇場移転リニューアルオープン特別公演より使用開始。なお、従前のような HKT48 専用ホールではなく、HKT48 以外のイベントも引き続き開催される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。